はい、皆さん、いろはじゃなくてアロハ、すいません、親父ギャグが滑ったところで、バリクタ TV ガイデンでございます。今日は1月13日かな、今日は14ですね、日曜日、今、練習が終わったところでございます。ちょうど今着替えたところです。今日はですね、誰もいないね、ひろゆきさんもいないね。この後ここスーッと来たんですけどね、まあにじみさんもいないね。なんか今日なんか家の用事がどうのこうのとか言ってましたね。まあそれはいいとして、今日はちょっと皆さんにお知らせがあります。この間の元旦の日にですね、能登半島の方でまあでっかい地震があってですね、今もちょっと苦しんである方々が大勢いらっしゃいますけれども、じゃあプロレスラーとして何ができるかというような感じなんですが、まあチャリティープロレス大会というのが、開催されます。アズルドラゴン選手が発起人です。でこの際ですね、善玉悪玉関係ない、こういう時はですね、そういうわけで、今月のですね27日です。場所はですね西鉄大橋駅からまあ歩いてまあ5分かからないぐらいだと思うんですけど、アンカレッジ大橋というキックボクシングのジムがあるんですけど、そこのリングをお借りして、チャリティー大会をやります。で私参戦いたしますんで、詳しくは私のフェイスブックなりなんなり拝見してください。ですねちょっと待ってね、時間が、1月27日土曜日の、会場18時50分試合開始19時でございます。で全席、リングサイド自由で、ちょっとキャパがそんなに広くないで、ちょっと限定された人数しか入れません。大人がね、限定20枚で1枚4000円です。で小中学生は限定10枚で、お一人1000円ということで、当日の大会の様子はですね Facebook ライブでも配信されるということでございます。であと多分ね、売り上げほぼほぼ全額現地の方に寄付するとか言ってたような気がします。そういうわけでプロレスを見て、そのお金がそっくりそのまま寄付金ということになりますので、1月27日ぜひ見に来てください。見に来たいなという方は私のフェイスブックとかでメッセージをください。それかアズルドラゴン選手の方のフェイスブックアカウントにメッセージを送ってください。そういうわけで、1月27日アンカレッジ大橋待ってるよ。バイバーイ。